暗い鏡、藤沢周平作。一服しようと思って政五郎は仕事場を出た。腰が痛くなっていた。肩も凝っている。せがれの製造がもう一人前で、五人いる職人も政五郎が手を取って仕込んだ男たちである。近頃は大抵の注文はせがれたちに任せていた。政五郎が仕事場に入るのはギヤマンの鏡とか変わった型の鏡とか、つい自分で手を出してみたくなるような注文が入った時だけである。中身が道楽仕事のようなものに変わってきていた。だが昨日入った注文は昔からの大事なお得意からのものだった。政五郎は久しぶりに力を出してみる気になって、昨日からその仕事にかかっている。だが鏡研ぎは疲れる。近頃は目いっぱいに体を使う仕事をしていないから、ことにそう思うのかもしれなかった。仕事場は一棟別になっている。渡り板を踏んで母屋に向かいながら、政五郎はあくびをした。思い立って取り掛かった仕事だが、少し飽きていた。製造でもいい、操作でもいい、誰かに任せればよかったのだと思った。政五郎は50だった。昔のような根気はなくなっている。気持ちのいい4月の風が、政五郎の首筋を撫でた。風には何かの花の匂いが混じっていて、穏やかな午後の日差しが庭を照らしている。茶の間の障子を開けると、女房のお浜がからかうような目で言った。おや、また一服かい？どうにもこうにも腰が痛くて。ぼやきながら政五郎は長火鉢の前から膝で退いてこちらを見上げた女を見た。近所の女房でも来ているかと思ったら、めいだった。おや、おきみか、珍しい。おじさん、お久しぶり。おきみは肩をすくめ、口に手を当ててくすっと笑った。その照れ笑いで政五郎はおきみが、ここ1年も顔を見せなかったのを思い出した。だがそういうことは珍しいことでもなかった。おきみは政五郎の弟の子で、15の時に流行り病で続けさまに両親を失った。その後1年ほど引き取られて政五郎の家で暮らしたが、やがて奉公先が見つかって出て行った。兄弟はなく一人だった。おきみは製造より3つ年上で、今は27になっているはずだった。だが、その10年余りの月日を、おきみがどんなふうに暮らしてきたかということになると、政五郎は詳しいことは何も知っていない。おきみは短い時は半年に一度、長い時には2年もの間を置いて、というふうにひょっと顔を見せる。政五郎は顔があったその時々の短い話を交わしてきただけである。留守の間におきみが来たと後でお浜から聞くこともあった。政五郎に用があって来るというのではなく、ただおじの家だからたまに顔を出すというふうに見えたし、おきみは政五郎よりお浜と気が合っているようでもあったから、それはそれでいいわけだった。そういうふうだから政五郎はおきみが何軒か奉公先を変わったものの、27になる今日までずっと女中奉公で暮らしてきたということ以上のことは知らない。お浜に、おきみさんもそろそろ嫁に行かなくちゃねえと言われると、それもそうだと思い、時にはあれがたった一人の命と思うこともあったが、政五郎は自分の仕事と暮らしにかまけて、
正直のところ親身になっておきみの身の振り方を考えるというところまではいかなかった。仕事の上ではやはり商売がたきというものがあったし、うちの中も一頃製造が鏡研ぎの仕事を嫌い、女遊びにはまったりして暮らしの上の苦労も結構絶えなかったのである。外にいる目までは手が回らなかった。丈夫で働いていればそれで結構じゃないかという気持ちで過ごしてきた。もっともおきみがもっと器量よしだったら、政五郎はもう少しおきみのことを心配したかもしれない。悪い虫がついたりしないうちに嫁にやらなきゃと思ったかもしれない。だがおきみは器量がよくなかった。死んだ母親は色白の美人だったのに、おきみは父親に似た。それも父親の悪いところだけもらって、色は浅黒く口が尖った狐面だった。悪い虫も波の虫もつく気配はない。器量はパッとしなくとも、女には気性で男を引きつけるということがあるものだが、おきみにはそういうところも見えなかった。政五郎から見ると、おきみには表には出さないが、どこかおどおどしたところがあるように思える。ちょっとした仕草や笑顔に卑屈な感じが出る。やはり両親をいっぺんに亡くして、一人で世を渡ってきたせいだろうと、政五郎はそういう目をちょっぴり哀れむ。だが、おきみが帰ってしまえばそれもすぐに忘れてしまうのだ。丈夫で働いているか？政五郎はありきたりのことを言った。おきみとの話はいつもありきたりの中身に終始する。ええ、おかげさまで。おめえも27か。そろそろ嫁に行かねえとな。この前来た時はお前も26かと言ったのだ。今もその話をしてたのさ、とお浜が言った。案外いい人でもいるんじゃないのかいって。そんな人いませんよ、とおきみは言った。政五郎が嫌いな卑屈な色が笑顔に出た。いたらとっくに所帯を持ってますよ。そりゃあそうだ。お浜はため息をつき、遠慮のない言葉を続けた。でも世の中広いんだから、一人ぐらいはあんたを好いてくれる人が出てきても良さそうなもんじゃないか。政五郎はタバコを吸いながら、ちらちらとおきみを見た。お世辞にも美人だとは言えない 女だが、小柄ながら体つきはすらりとして、胸のあたりはちゃんと膨らんでいる。まったく一人ぐらいは所帯を持とうという男が出てきても良さそうなもんだ。もう小三十だからね。おきみは人ごとのように言ってクスクス笑った。そんな物好きな人いるかしら。本当に年ばっかり取っちゃって嫌だね。お浜は話を自分の方に引きつけた。私も40を過ぎてからはもうあっちが痛いこっちが苦しいで、ただそんなことばかりって暮らしてるよ。おじさんを見てみな。お浜は政五郎に目を移した。この人も老けただろう。髪が白くなったね。とおきみは言った。おじさんいくつだっけ？50さ。キセルをはたくと政五郎はお浜が出した茶をすすった。外はいい陽気だが、家の中はいくらか冷えていて、熱い茶がうまかった。もう年だ。大事な注文が入ったもんで、昨日から自分も仕事場に入ってんだよ。それがうるさいうるさい。夜になると腰が痛む肩をもめてね。昼間だってこの通り。顔をしかめながらお浜は笑った。仕事をしてる間より一服の方が長いんだから。そいつはおめえ大げさだ。政五郎は苦笑しておきみを見た。するとおきみが言った。少し肩もんでやろうか。おいおい、
俺だってそうのんびりもうしてられねえやな。と政五郎は言ったが、おきみはふっと立ってきて後ろに回ると、政五郎の肩につかまった。政五郎はちょっとうろたえたが、すぐに体を任せた。おきみの弓が素人離れした力を秘めていて、的確に凝ったところを探り当て、もみほぐしてくるのを感じたのである。こりゃどうしてうめえもんだ。あんまはだしだ。しばらく揉んでもらった後で、政五郎は目を開いて褒めた。実際に肩が軽くなったような気がした。お浜、この間こさえた義山の鏡は、あれはどこにしまったかな。そこの戸棚にあるよ。お君にあげな。出来は悪くねえもんだ。おやおや。立ち上がりながらお浜を笑った。味をしめてまた、今度来た時やってもらおうと、あんなこと言ってるよ。夜の飯を食っていけと言ったが、おきみは日が暮れて、政五郎がまた茶の間に戻ってきた時には、もういなかった。帰っちまったかは。おまんま食べていきなって、私も勧めたんだけど、店が忙しいってさ。あいつ今はどこで働いてるんだね。去年行ってた店に落ち着いているらしいよ。ほら、本所の徳右衛門町の、そこの泉屋とかいう木綿問屋にいるって言ってたじゃないか。そいつは結構だ。住み込みかい。そう言ってたね。徳右衛門町というと、立川のずっと尻の方、遠いところだ。と政五郎は思った。だがそう思っただけで、おきみのことはみるみる頭の中から薄れた。腹すいたぜ。おかずは何だい。と政五郎は言った。暑い夏がやっと峠を越えて、朝夕秋風が立つようになった。八月初めのある朝、政五郎の家を岡っ引きが訪ねてきた。四十ぐらいの年格好で、浅黒い顔に落ち着いた目を持つその男は、政五郎を見ると懐から実手を出して見せ、北本所の横川町の辺り一帯を取り締まっているものだと言った。後で与吉と名前が知れた岡っ引きだった。与吉は政五郎の家の横まで引っ張り出すと、辺りをはばかるような小声で言った。おきみというのはお前さんの名だそうだな。幸いですが。政五郎は不意打ちを食ったように胸が騒いだ。おきみが何かおかみに厄介をかけるようなことをやらかしたのか。おきみがどうかしましたんで。ゆんべ殺された。え？と言ったきり政五郎は言葉を失った。しばらく経ってからまた言った。まさか、確かにうちのおきみでしょうか。気の毒だがね、間違いね、と与吉は言った。そして、あっさりした口ぶりで続けた。いや、殺したやつはもう捕まえたんだ。そこでだ。おきみは一人暮らしで、お前さんがおじだと聞いたから、死人を引き取ってもらおうと思ってな。うちん中に少しは品物もあるし。わかりやした。すぐに参りやす。政五郎はうちの中に飛び込むと、何事かと手を開けて待っていたお浜に耳打ちし、驚いているお浜には構わずに、すぐにまた外に出た。与吉は待っていて、政五郎を見ると先に立って歩き出した。政五郎の家は田原町三丁目で、浅草広小路からすぐの場所にある。与吉は広小路に出て大川橋を渡った。橋の途中まで行ってから政五郎はやっと聞いた。おきみはまたなんで殺されたりしたんですかい。客といざこざがあったんだな。捕まえた男がそう言ってる。小梅の瓦職人だった。客？
するてえとその男はお客で。そう、よくあることなんだ。終わって金を受け渡しする役団になって、高いの安いのと揉める。客の中には今度の野郎のようにすぐにカッとなるやつもいるから、女はあんまり突っ張らねえ方がいいんだが。おきみは気が強かったのかね。政五郎は沈黙した。何とも言えない違和感があった。話にズレがある。しかしお店の人は。店？与吉は政五郎を振り向いた。前は店にいたらしいが、近頃は自分とこに男を引っ張り込んでいたんだ。そういうのがかえって危ないのにな。政五郎の頭は一挙に混乱した。だが混乱はすぐに収まって、男の話していることがはっきりした。この岡っ引きは木綿問屋の店先のことを話しているわけではない。男と女の話をしているのだ。暗い明かりの下に男と女がいる。女はおきみで背を向けているので男の顔は見えない。少し離れた場所に薄い夜具が敷いてある。そういう光景が見えた。おえぶんさん。政五郎は前に出て男と並んだ。驚きで声がかすれた。おきみはいつからそんなことをしていたんですかい。いつから？与吉はじろりと政五郎を見た。落ち着いていると見えた目は時に険しい光を宿すようだった。お前さん知らなかったのかね。へえ、本所の木綿問屋で働いてるとそう聞かされてたもんで。木綿問屋？与吉は薄笑いした。かっこ悪いんでそう言っておじきを騙したかな。だがおきみは昨日や今日の陰梅じゃねえぜ。前にも深川の岡場所で客と いざこざを起こして一度地震場まで引っ張られてるんだ。政五郎は言葉もなくうなずいた。おきみが住んでいたのは北割下水、下水の南の横川町にある裏棚だった。その中の一軒の家の前に人だかりがしている。中に住んでいる女が殺されたと聞いて近所一帯の者が集まってきているようだった。見せ物じゃねえよ。さあみんな帰った帰った。そう言いながら与吉は先に立って家の中に入った。後に続きながら政五郎は体がすくむような気がした。口には出さないが、みんなの目がこれが陰梅の身内かと言っているように感じたのである。薄暗い家だった。入ると茶の間に男が一人いてタバコを吸っていた。死体の番をしている地震番の雇い人らしかった。来る途中でひょっとしたら人違いじゃあるめえかとちらと考えたりしたが、薄暗い部屋の奥に横たわっているのはやはりおきみだった。きつね面の口から紫色の舌をのぞかせ、かっと目を開いたままおきみは死んでいた。政五郎はひざまずいておきみのまぶたをなで下ろした。おきみに間違いねえなと与吉が言った。へえと答えながら政五郎はまぶたをなで続けた。やっと目がふさがったとき、今度は死体の胸元と裾が少し乱れて、乳房の端っこと陰毛がのぞいているのに気づいて隠した。おきみは蓋のもつけていなかった。なんてこった。政五郎が呆然としていると、与吉がそれじゃあ番屋まで来てもらおうかと促した。地震盤で町役人に囲まれて、聞かれたことに答えたり書いたものに爪印をしたりした後、政五郎は家までおきみの死体を運んでもらう手続きをして裏棚に引き返した。家の前にいる矢島の姿はまばらになっていた。戻ってきた政五郎を見ると仏盤の雇い人は無言でキセルをしまって出て行った。政五郎は死人のそばに腰をかけて
早起けと車が来るのを待つ間、これといったものもない貧しい部屋の中を見回し、舌を出して死んでいるおきみを眺めた。なんてこったよ。政五郎は胸の中でまたつぶやいた。おきみは一体いつから男に体を売るような女になったのだと思った。与吉からそう聞いた時の驚きがまだ冷めずに残っていた。四つ近い秋の日差しが格子窓から斜めに部屋に差し込んできて、部屋はいくらか明るくなった。その明るみの中で古びたタンスの上で何かが光るのに気づいて、政五郎は立っていった。4月に政五郎の家に来た時に、おきみにやったギヤマンの手鏡が載っていた。おきみは鏡を大事にしたらしく、手鏡は絹で縫った袋に入っていて、半分ほど現れている鏡面が部屋の中の光を照り返したのだった。体を売るほどだから暮らしに困っていたはずだ。それならなぜそのことを俺に言わなかったのだ。そう考えたとき、突然に政五郎は胸を締め付けられたような気がした。おきみとの長く疎遠だった歳月を思い出したのである。まるで赤の他人のように疎遠な日々。おじとは名ばかりの家におきみが金を借りに現れたりするはずがない。おきみの孤独が胸にしみた。おきみは政五郎の家を出てからずっと自分で自分の始末をつけてきたのだ。しまいに男に殺される夜を迎えるまで。政五郎は立ったままおきみを見下ろした。まぶたが全部塞がっていないので、おきみの死に顔は薄目を開けているように見える。そしてまだ舌が出ていた。おきみは政五郎の思い入れに少し照れているように見えた。どうにもわからねえや。おめえは何か気づかなかったのかい。と政五郎はお浜に行った。葬式を済ませ、おきみの亡骸は弟夫婦のそばに葬った。だが政五郎の気持ちの中にはどこかまだ片付かないものが残っている。女中奉公して固く暮らしていると思った姪が、実は体を売る世渡りをしていて客に殺された。そうかそうかそうだったのか、では済まないものがある。納得できなかった。これには何か訳があるんだ。金に困ったからといってそういう女が皆身を売るわけでもなかろう。ましておきみは誰を養っていたのでもない独り身だったのだ。そう思うと政五郎はじっとしていられないような気持ちになる。あまりにあの子に構わなすぎた。ああいう商売をしてりゃ何かそぶりとか話とかにそれらしいものが見えるもんだろうぜ。そんなことを言ってもそうちょいちょい来てたってわけじゃないからね。一体おめえはずっと何を話してたんだい。政五郎は癇癪を起こした。お浜はちらりと政五郎の顔を見た。お浜はあのことがあってから政五郎がずっと不機嫌なのにへきへきしていた。何を話したと言われても世間話さね。着物の流行りがどうとか芝居の役者がどうしたとかね。だから女はくだらねえって言うんだ。政五郎は吐き捨てるように言った。そうやって肝心のところは何一つ聞いちゃいねえんだ。でも会った時私だって聞いてるよ。どこで働いてるかとかいい人はいないのかなんてことをさ。だけどあの人そういうこと私にも隠したんだから。だけどお前さん、
お浜はなだめる口調になった。おいだめいだって言ったって大概そんなもんじゃないかい。うちで持ちかけりゃそりゃあってしょっちゅう身の回りの話もするだろうさ。そうでなきゃめったに会うこともないし、会えばいつの間にか体が大きくなってるんでびっくりしたりしてさ。双親は育ってりゃそれでいいのよ。だがあいつはずっと一人ぼっちでいたんだ。政五郎は言って腕組みした。どうもわからねえ。そんなに気になるんなら、とお浜が言った。言って聞いてみたらいいじゃないか。どうしてそんな風になったか、どなたかお心当たりはありませんかって。そんなことを聞きにどこ行けばいいんだ、バカ。どこへって、一番初めに奉公に上がったお店だよ。政五郎はお浜の顔を見た。そうか、そういう手があったかと思った。おきみは初めから娼婦だったわけではない。このうちを出たときはちゃんとした店に奉公に行ったのだ。あれはおきみが16の時だった。はて、店はどこだったろう。あれはどこへ奉公に行ったんだっけ。米屋だよ、河原町の美濃屋という店だよ。お浜の方がよく知っていた。お浜は機嫌の悪い亭主をそばに置くより外に出した方がいいと考えたか、しきりに勧めた。そのお店に2年はいたはずだよ。行って聞いといでよ。そうすれば気が済むんだろう。昼飯を早めに済ませて政五郎は外に出た。朝夕は確かに涼しくなったが、昼の町には夏の名残の暑さがあった。政五郎は汗をふきふき、いくつか町を通り抜け、元旅籠町の間から蔵前の大通りに出た。そこで菓子屋を探し、美濃屋に持っていく手土産を買った。鳥越橋を渡ると間もなく河原町だった。道脇の青物屋で場所を聞くと美濃屋はすぐに分かった。河原町に隣の茅町が続く境目あたりの表通りに店があった。おきみが奉公に来た時は政五郎は仕事から手が離せず、お浜が付き添ってきたのである。その後一度もおきみが世話になっているからとこの家を訪ねてきたわけではなかったと、政五郎は構えの大きいその店を眺めながら思った。昔お世話になったおきみの親父だと、おじだと名乗ると、美濃屋はではすぐに政五郎を上にあげた。はじめおかみが出てきたが、お茶が運ばれてくると、店から主人も上がってきて、話し相手になった。来ては見たものの、どう話を切り出したものかと、政五郎は汗をかいた。当たり障りのない時効のことばかり言っている、政五郎を見る主人の目にだんだんに不審そうな色が浮かんだ。政五郎より二つ三つ年上に見える美濃屋の主人は主人には持ち合わせない柔らかな笑顔を見せた。おくみちゃんは元気で暮らしていなさるかな。もうすっかりおかみさんで子供さんも大きくなんなせたことでしょうな。いくたりですか、子供さんは。そのおきみですが。政五郎は懐から手ぬぐいをつかみ出して汗をぬぐった。実はおきみは死にました。え？主人とおかみは顔を見合わせた。それも男に殺されましてな。やっとその始末がついたところです。政五郎は目を見張っている米屋の夫婦に正直に事情を打ち明けた。そういうふうになったいきさつが何としても腑に落ちないので、恥を忍んで話を聞きに来たと言った。ここにいる間に男がついたとかそんなことはござんせんでしたか。いえいえ、主人は大きく首を振った。
初めての奉公でそんな暇もなかったろうし、それにあの子はまだねんねでしたよ。ここから勤め返してどこか行ったか、どこへ行ったかお分かりでござんしょうか。夫婦は顔を寄せ合って慌ただしくささやき合ったが、やがて主人が言った。両国の米沢町にある駒物問屋に行きました。確か吉川屋と言ったはずですな。ここを辞めたのは何か不都合があって出されたというような。いえ、とんでもない。主人はまた首を振った。おしんという同い年の元気のいい娘が一緒に働いておりましてな、このおしんにそそのかされたような塩梅でした。暇をもらいたいと言ってきた時には二人ですっかり約束ができていたようで、二人いっぺんにですから、あの時は私どもも弱りました。美濃屋の主人はじっと政五郎を見た。でもそういうことはおじさんにちゃんと話してあると思いましたのですがな。それが何にも。あの年頃の娘たちと言ったら思い立つと何をやり出すかは分かりませんからな。主人は苦笑した。その顔を見つめながら政五郎は聞いた。美濃屋さん、ここに置いてもらった時のおきみですが、どんな具合でござんした。働きぶりというか、その勤め具合の方は。いい子でしたよ。口数が少なくてキリキリとよく働く子でしたなあ。主人はおかみを振り向いた。だからここを辞めてよそに移りたいと言ってきた時は、私もこれも驚いて止めましたんです。突然に政五郎の目に涙があふれた。見失った身内の娘の姿を主人の言葉の中にありありと見た気がしたのであった。政五郎は汗を拭くふりをして掴んでいた手ぬぐいで急いで目を拭った。駒物問屋吉川屋のおかみというのはつっけんどんな口をきく女だった。手土産を持って訪ねた政五郎を店先であしらって上にもあげなかった。何しろ一年もいなかった子だからね。細かいことは私は何にも知りませんよ。おしんに聞いてくださいな。あの子と仲良くしていたようだから。おしんという河原町の米屋から一緒に移ってきた娘の住まいを聞いただけで、政五郎は吉川屋を出た。おきみは一年足らずで辞めたが、おしんはその後三年も吉川屋に奉公して、本所の横網町に住む左官職人に嫁に行ったという。訪ね当てたうちは横網町の奥にある裏棚の中にあった。そこまで来る間に秋の日が落ちて、裏棚の路地には薄青い夕暮れの色が立ち込めていた。あんたが政五郎おじさん？子供をおぶって外に出てきた女は馴れ馴れしい口ぶりで言った。着ているものも粗末でほうけた髪をしていたが、年頃は疑いもなくおきみと似通っていた。おきみがよく話してた鏡研ぎの職人で人を使っているって。それじゃあ嫁に行くときにおじさんに手鏡を作ってもらおうかなんて言ったけど、盛んの女房じゃねえ。鏡見る暇もありゃしない。おしんは陽気に笑った。太って大柄な女だった。で、聞きたいことって何？吉川屋を辞めてからおきみがどこに行ったかあんたなら知ってるんじゃねえかと思ってな。そりゃ知ってるよ。あら、おきみはおじさんに行ってないの？変な人。おしんは政五郎をじっと見たが、やがて薄笑いした。あの時は言えなかったんだよ、かわいそうに。どういうことね？おきみは男ができてさ、というよりちょっと
騙されたみたいだったね。そそのかされて深川の中町にある小料理屋に住み替えたんだよ。白魚っていう店だけどさ、その後会った時私には何も言わなかったけど、きっとあいつに絞り取られたんじゃない？亀次郎という男だとおしんは言った。花見の頃、おしんとおきみは半日の暇をもらって上野の山に花見に行った。亀次郎とはその時に知り合ったのである。その後亀次郎は吉川屋の裏口からちょいちょい二人を訪ねてくるようになった。二人は夜の仕事が終わった後、一緒にいるおとよというばあさん女中が早々と床に着くのを見届けると、こっそり店を忍び出た。外には亀次郎が待っていて、二人を水茶屋に連れて行った。何をして食っているかわからない男だったが、亀次郎は話が面白く色白で目立つほどいい男ぶりをしていた。着ているものはいつも竜としていた。二人にはそれだけで十分だった。ある時おしんが風邪をひいて、おきみだけが出て行った。そして夜遅く帰ってきたが、おしんは気づかないふりをした。おじさんの前でなんだけど、その時におきみ、あいつとできちゃったんだよ。深川の小料理屋に住み替えると言い出したのは、それからまだしだったもんね。18か、あんな器量でも、18のおきみには少しは男を引きつける色気があったかもしれないな、と政五郎は思った。暗い気持ちになっていた。やはり女は男で落ちるのだ。おきみのような不器量な女でも。不意に家の中で子供の泣き声がし、続いて、おしん、いつまで何してやがる、という男の怒声が聞こえてきた。おしんは政五郎に片目をつぶってみせた。今の声が亭主。今日は休みでうちにいるんだよ。たまにうちにいるとうるさいったらありゃしない。でもそろそろ中に入らなくちゃね。いや、ありがとうよ。手間取らせてすまなかった。いいんだよ。でもなんで今頃そんな古いこと聞きに来たの？何、ちょっと訳があってな。おきみ今どうしてる？あたいが昔のことを喋ったりして怒らないかしら。怒るもんかね、と政五郎は言った。そして手土産の菓子包みに手早く紙に包んだ一部銀二つを添えておしんに渡した。あら、悪いわね、こんなにいただいてさ、とおしんは言った。そして背を向けて歩き出した政五郎の後ろから張りのある声で呼びかけた。おきみに会ったらさ、遊びに来てって言っといて。おきみが俺に何も言わなかったのは、と両国、東両国に戻って橋を渡りながら政五郎は思った。やっぱり俺が怖かったんだろうな。政五郎には思い当たるとことがあった。おきみの父親の兼七は二つ年下の弟だが、父親にも兄にも似ないふわふわした男だった。父親は流行らない弓師で、政五郎は弓師の仕事は継がなかったが、鏡師に弟子入りしてやはり職人になった。だが兼七は職人仕事を嫌った。それでは商人に根もするかと父親は知り合いの履物屋に頼み込んで使ってもらったが、兼七は一年も経たないうちにその店を飛び出して父親の顔を潰した。それからはどこかの商い店にちょっと手伝っては、うちに戻ってくるということの繰り返しだった。何の商売も身につかず、遊びだけが達者になった。政五郎が初めて聞くような遊び場を知っていて、詳しかった。兼七を心配しながら父親が死ぬと間もなく、兼七は浅草寺裏の矢場で働いている女と一緒になった。女はお初という名前で、それがおきみの母親である。所帯を持った時兼七は19で、
お初が一つ年上の二十歳だった。一緒になりたいと言ってきた時、その頃まだ生きていた母親も政五郎もまだ早いと怒ったが、その時にはもうお初がおきみを腹に抱いていたので、後の祭りだった。しかし一緒にしてみると、お初は山で働いているとは見えないほど、気立てがよくしっかりした女だった。なかなかの器量よしで、政五郎ははじめ金七が年上の女に騙されたと思ったが、とんだ勘違いだと知った。お初の方が騙されて一緒になったように見えた。いいかみさんももらったことだ。これからは今までのようなことじゃならねえぜ。と政五郎は弟に説教した。金七はその時は神妙にうなずいたが、遊びだけは控えるようになったものの、やることは相変わらずだった。小物屋や古手物の行商をしたり、種物の仲買に手を出したり、その都度政五郎から金を引き出したが、どれもこれも長続きはしなかった。絶えず大きな賭けを夢見ていて、政五郎の顔を見ると、兄貴、今に俺も一山当てて恩返しをするぜ、と言ったが、金七には儲けをつかむどころか、カツガツ食うだけの暮らしの金を稼ぎ出す才覚も根気もないのだった。そういう亭主に見切りをつけて、おきみに手がかからなくなると、女房のお初は浅草広小路の茶屋に通い女中に出た。そういう金七を政五郎は怒ったりすかしたりしたが、何の効き目もなかった。そして暮らしに詰まると金七はおきみの手を引いて金を借りに来た。しまいには政五郎は金七を見ると、こいつは一生俺にしがみつく何かと思うようになった。うらぶれた格好の弟が姿を現すと政五郎はぞっとした。実際にわずかばかりの蓄えは金七が来るとすぐに消えた。そのことで政五郎は女房のお浜とたびたび喧嘩した。政五郎はいつの間にか弟が来るとイルスを使ったり裏口からこっそり逃げ出したりするようになった。当然のことながら金七の家に足を向けることもなくなった。金七もさすがに足が遠くなり、死ぬ 2,3 年前頃には兄弟は他人も同様の仲になっていた。おきみが見てきたのはこういうおじだったのだと政五郎は思った。おじといっても父親を頭から怒鳴りつけ自分の家にも冷たかった、そういう男をおきみは長い間見てきたに違いない。おきみが俺を頼らなかったのはもっともだと政五郎は思った。橋を渡るときらびやかに明かりを灯す町に入った。焼きは冷たく澄んで、明かりは遠くまで輝いて見えた。だが、おきみだって。政五郎は別れてきたおしんを思い出していた。男に騙されたりしなかったら、おきみだって今頃は、たとえ裏店住まいでも、亭主というものを持って、子供を抱いていたに違いない。明日は深川の白尾屋という店に行ってみようと政五郎は思った。その亀次郎という男だがどこに住んでいるか姉ちゃんは知らねえかいと政五郎は言った。さあねえと言って女は目をそらすと口の中のほおずきを鳴らした。まだ18区に見えたが、紛れもない娼婦だった。体の丸みに、男の手でなめされた崩れがある。おときという名で、1年前まで一緒にいたおきみのことをよく知っていた。おきみが深川の岡橋を転々とする間、ぴったりとくっついて、
ダニのように離れなかった男のことも知っていた。あいつの家は知らないけど、あいつの仲間が働いているところなら知ってるよ。なんて人かね、その仲間は。伊勢路って言うんだけどさ。でもそんなこと喋って伊勢路に叱られないかな。女はくるると宝石を鳴らした。政五郎は横を向いて紙に一部金を包んだ。女はそれを見ていた。政五郎が紙包みを握らせると、女は宝石を鳴らすのをやめて、あたいに聞いたって言わないでよと言った。八幡橋の近くに岩徳っていう鏡師がいてさ、住江町だよ、ババ通りのこっち側の。そこに伊勢路がいるんだよ。鏡研ぎかい。そう、こっちから近いとこだから行って聞いてみなよ。よくあいつとつるんでうちに来るから。住んでるうちも知ってんじゃない。おときは亀次郎という男にあまりいい感じを持っていない口ぶりだった。政五郎は商家の軒を出た。戸籍上の中にあるわびしげなその商家が、おきみが横川町の裏田に移るまでいた店だった。政五郎は西空に落ちかかる日にせかれるように足を早めて商家が並ぶ町を抜けた。橋を渡って大島町に入り、さらに浜栗町に抜けて、そこからもう一つ橋を渡ると間もなく馬場通りだった。橋を渡るとき堀割を吹きさぶ風が政五郎の反転の裾を翻した。一旦馬場通りに出て、そこから西に八幡橋の近くまで行ってから、政五郎は一軒ずつ軒を覗くようにして鏡師の家を探した。その家は橋から河岸沿いに南に下がったところにあった。戸を開けてある小さな家の中まで西日が差し込み、そこから戸の子が匂ってきた。伊勢路という男はすぐに出てきた。仕事の最中だったらしく、上半身裸で胸にも腕にも見事な筋肉が盛り上がっている。目つきの鋭い男だった。その目をじっと政五郎に据えたまま、伊勢路は何か用かと聞いた。亀次郎という男と知り合いだそうだが、と政五郎が言った。伊勢路は表情を動かさずに政五郎を見ている。その男の住まいを教えちゃくれませんかい。お前さんは浅草の鏡研ぎで政五郎というものだよ。へえ。伊勢路の目から人を刺すような光が消えた。伊勢路はゆっくり着物に肌を入れながら言った。同業かい、親方だな。まあそうだ。亀に何の用があるんだね。お前さん、おきみという女を知らないか。亀の女だ。と伊勢路は言った。そのおきみのおじだよ。亀次郎に少し聞きたいことがあって尋ねてきた。へえ、あんたおきみのおじきか。伊勢路の顔に薄笑いが浮かんだ。しかしすぐに言った。亀に会うんなら鳥羽に行く方が見早いぜ。やつは今頃もう鳥羽だ。場所を聞くと伊勢路はすらすらと教えた。政五郎が礼を言って貸しに引き返すと、そこ後ろから伊勢路が声をかけた。じいさんよ、亀に会ってもあまり気張らねえ方が身のためだぜ。振り向くと伊勢路がじっとこちらを見ていた。さっきの冷たい目つきに戻っていた。会ってみなきゃわからねえさ。政五郎は胸の中でつぶやいた。気張るか気張らねえかは会った時の相手の出方次第だと思った。小料理屋の白棒から初めて政五郎は昨日と今日の2日、足を棒にして深川を歩き回った。おきみは両国から深川に移った後、10年近い年月を門前仲町を真ん中にしたあたりを一帯を点々と移り住んでいた。
ま、正五郎はその後を丹念に追っかけた。そして分かったことは、店を移るためにおきみが一歩ずつ二度と這い上がれないような場所に落ちていったことだった。平岡はまともな小料理屋だったが、おきみはそこには半年いただけで、すぐに大きな料理茶屋に移っていた。そこでは座敷女中をした。まともだったのはそこまでだった。一年後におきみは裾継ぎのいかがわしい店に住み替えていた。そこは酒も出すが体も売る店だった。そこからは坂を転げ落ちるようだった。おきみは次には体だけで商売する店に移り、しかも盛り場からだんだんにバス絵の方に移っていったのだ。横川町に一軒借りて、ひそかに客を引っ張り込むようになったのは、娼婦としては塔が立って、店では客がつかなくなったということらしかった。戸籍上の商家であったおときは、おきみは始終お茶を引いていたと言ったのである。出ていけがしに扱われたかもしれない。おきみは借金はなくて、その気になれば外に出られたのだろう。もう一つ分かったことは、どこへ行ってもそこに亀次郎が姿を現して、おきみから金をせびり取っていたことである。白魚という店を半年で辞めたのも、その男のせいだった。ああ、ぴったり男が張り付いてちゃ、先が見えてっからね。と太って顎が二重になっている白魚のおかみが言った。まっとうに働くつもりなら、あの男と切れなきゃダメだよって、あたしは言ってやったんだよ。そうしたら次の晩に男が怒鳴り込んできてさ、おきみは相模屋で働くことに決まった。相模屋っていうのはついこの先の料理茶屋だよ。そこで働くからてめえの世話にはならねえなって、こうだよ。その男がおきみの持ち物一切を持ち去って、それっきりだったとおかみは言った。おきみはその男にいいように絞り取られたのだと正五郎は思った。亀次郎という男こそ疑いもなくおきみに不幸せを運んできた人間だったのだ。一生を台無しにしたのがその男だ。馬場通りから入船町に渡り、橋をいくつか渡って木場の扇町に着いた時に日はすっかり落ちて、辺りは薄青い黄昏色に変わっていた。まだ明かりを灯していない大きな材木屋の横手で、大勢の妊婦たちが声を合わせて材木を積み上げているかと思うと、その先は草ぼうぼうの空き地になったりする町だった。堀割のそばの一軒の材木屋の前に立つと、正五郎はしばらく息を整えてから、店の脇を通り抜けて裏手に回った。そこに立っている古びた納屋が、伊勢路の教えた賭場だった。中から明かりの色が漏れていた。正五郎が近づくと、入り口の敷居に腰を下ろしていた若い男が立ってきた。お客さんで？若い男は正五郎を見かけない顔と見て警戒していた。そうじゃねえが、亀次郎さんは来ていなさるかい。おりやすが、あんたはどなたさんで。知り合いのものだよ。正五郎は用意してきた金を男に握らせた。手間を取らせて悪いが、ちょっとここまで呼び出してもらえねえかい。男は手の中の紙包みを見、もう一度じろりと正五郎の顔に目を走らせてから、黙って納屋に入っていった。亀次郎は間もなく外に出てきた。中背のほっそりした男だった。薄暗い光の中でもいい男ぶりに見えたが、こけた頬のあたりや尋常でない目配りに、まともな世渡りをしていない男のすさんだ陰りがある。一目見るなり正五郎は体中の血が、そうけ立つようにざわめくのを感じた。襲ってきたのは怒りよりもむしろ嫌悪感だった。
一目見りゃわかることじゃねえか。こんな男にお君は騙されたのかと思った。名誉をたぶらかし一生を台にした男、死ぬまで金を絞り続けた男を政五郎はじっと見つめた。紫色の舌を出したお君の死に顔が頭の中を横切った。直接手を下したのはお君の最後の客になった小梅の瓦職人だが、そこまでお君を追い詰めたのはこの男だ。なんか用だってとっつぁんと亀次郎が言った。いぶかしむように政五郎を見た。知り合いだって言ったそうだが、俺はとっつぁんを知らねえぜ。お君の叔父だよと政五郎は言った。亀次郎は口をつぐんだ。それから薄笑いを浮かべた。お君から聞いたよ。鏡飛びで羽振りのいい親方だってな。いざとなりゃおじさんがいるって言っただよぜ。今度は政五郎が口をつぐんだ。お君は行く先々で政五郎のことを話していた。白魚でも料理茶屋の曽我宮でも落ちていった先の商家でも、おじが鏡師をしていることを話していた。それは孤独なお君にとってやはり心の支えだったのか。そして娼婦に身を落としてからはまともに世を渡っているおじがいることをささやかな誇りにしたのか。だが結局のところお君は俺を頼ることもなく一人で落ちていって死んだ。この男がそうした。出ようってのはちょっとそこまでと政五郎は言うと背を向けて歩き出した。亀次郎はちょっと見送るように立っていたが、すぐに後に続いてきた。二人が裏庭を出ていくのを納屋の入り口から見張りの男がじっと見送っているのを政五郎は感じた。政五郎は先に立って材木屋から一旦道に出ると、生け垣を隔てた材木置き場に亀次郎を連れ込んだ。西空に引っかかるほどに残っている夕映えの色が積み上げた材木の山をかすかに光らせ、辺りには木の香りが立ち込めていた。振り向いて亀次郎が近寄るのを待ってから政五郎は言った。お君が死んだのは知ってるな。なんだよおっかねえっつぁしやがって。亀次郎はまた薄笑いを浮かべた。知ってるかと聞いてるんだ。知ってるよ。いや驚いたぜ。ちっと遊ぶ金に困ったもんでよ。言ったらご本人はいなくて話だけ聞いた。殺されたんだってな。それで政五郎は暗さを増す夕明かりの中で注意深く亀次郎の顔を見た。線香の一本もあげようって気はねえのかい。おら、末刻世は嫌いでね。死んだもな、今さらしょうがねえじゃねえか。政五郎はカッと体が熱くなった。そうか、やっぱりこれだけの男か。政五郎は拳を固めて近寄った。お君が世話になった礼だ。だが殴りかかった政五郎の拳を亀次郎ラクラクとかわした。飛びのいて懐の合い口を抜いた動きが素早かった。とっつぁんよ、無理しねえ方がいいぜ。藤四郎が無理すると怪我はする。お君のことはまあいいじゃねえか。このごくつぶしめ、女を食い物にする人でなし野郎め。政五郎はつぶやいた。このままうちに戻ってはお君がかわいそうだと思っていた。その顔の前に亀次郎は脅すように二度三度と合い口を突き出した。まだ文句あるかね、とっつぁん。政五郎は少しずつ後ろに下がった。そして置き場に入ってきて、初めに立ち止まったところまで戻ると、さっき確かめておいた杭を素早く拾い上げて斜めに構えた。さあ、来い、やろう。思い知らせてやる。政五郎は怒号した。体に三十数年黙々と鏡を研いできた腕力がよみがえってきた気がした。
出来の悪い弟子を怒鳴りつけ殴りつけしてした頃の荒々しい気力も戻ってきたようだった。政五郎は杭を振り下ろした。その杭をかいくぐって亀次郎が手元に飛び込んできた。腕に鋭い痛みを感じながら政五郎は杭を返して亀次郎の腹をついた。倒れはしなかったが、亀次郎は後ろに跳ねのきながらよろめいた。その肩に政五郎の振り下ろした杭が鈍い音を立てて決まった。亀次郎はその一撃で合口を落とし杭をつかもうと手を伸ばした。だが杭をつかんだ。政五郎の振り回した杭が豪快なうなりを立てて亀次郎の脇腹をたたいた。亀次郎は吹っ飛んで倒れ杭が折れた。折れた杭を政五郎は地面に転がった亀次郎の上にまっすぐに振り下ろした。鈍い肉の音がした。待ってくれ。地面を這いながら亀次郎が叫んだ。待てねえ。お君をあんな女にしたのはてめえだ。たっぷり礼をしてやる。違う。暗い影になって地面を這いながら亀次郎をおわめいた。違わねえやい。いや、とっつぁんは知らねえんだ。お君はあれで結構喜んでいたんだ。嘘をつけ、この野郎。嘘じゃねえ。あいつは湯川町でみっちり稼いで俺と所帯を持つつもりでいた。俺もその足を洗って、うん、いて。足を洗う？信用できねえ。本当だ。足を洗って固定な商売でも始めるかと、あいつと話してたんだ。俺はあいつを可愛がってたんだ。とっつぁんは知らねえが、二人は気が合っていたんだぜ。嘘だと思った。だが政五郎の気持ちの中に、この男の言うことを信じてやりたいという気持ちが動いた。男のためではなく、おきみのためだった。死ぬまで、ただ血を吸われ続けたのではなく、たとえこんな男でも心を許して、むつみ合っていた男がいたのだと思いたかった。息を弾ませて政五郎は立ち続けたが、やがて折れた杭を捨てて、材木置き場を出た。残された闇の中に亀次郎のうめき声が響いた。もうこんな危ないことは二度とごめんだからね。傷の手当てをしながらお浜は文句を言った。いい年してさ。手当てが終わると政五郎は思いついて仏壇脇の戸棚からギヤマンの手鏡を取り出した。おきみにやったあの品だった。立ったまま鏡を眺めていると火鉢のそばからお浜が顔を上げていった。それでもう気が済んだのかい？うん？と政五郎は口の中でうなった。暗い鏡面の中に一人の不幸せな女がたどった道がかすかに見えるような気がした。おきみもこれで気が晴れたろう。しかしひょっとしてと政五郎は思った。あの男が言ったことが本当だったらおきみは余計なことをしてくれたと俺を怒っているかもしれねえな。そう思った時、政五郎は初めて死んだめいと心が通じた気がして微笑した。